こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は、いただき物などのお手持ちの着物が、ご自分の体にサイズが合っているのか、合ってないのか、見極め方についてお話をしていきたいと思います。私はマイサイズが一番着やすいし、ストレスなく着物を着ることができるというふうに思っているんですけれども、まだご自分の体に合わせてマイサイズでお着物を作ったことがないという方も、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、本日は着物の寸法の3つの基本をお話しさせていただいて、サイズの見極め方をご伝授していきたいなというふうに思います。3つの寸法。1つ目、身丈、着物の丈ですね。それから2つ目、雪、腕の長さのことです。3つ目、身幅、このね、お着物の幅、体にご自分の体に合わせてどうなるのかということについてお話をしていきます。まず1つ目、身丈のお話をしていきましょう。身丈の測り方、今日は背の中心から測る方法についてお話しますね。背の中心から測るというのはどういうふうに測るかというと、ちょうどこの部分ですね、襟がついているところに真ん中に背縫いという縫い目があるんですけれども、この襟のところの背縫いが始まるスタートのところから裾まで測る、これをね、皆さんお手持ちの着物を測っていただきたいんです。その襟の付けのところから、襟付けのところから背中心のところから裾までの長さがおおよそご自分のご身長というのが、マイサイズというふうに言われています。許容範囲は一般的にプラスマイナス5センチぐらいというふうに言われています。身丈の測り方は2つ方法がありますけれども、今日私がお話しさせていただいたここから裾のところまでというのは背から測る身丈です。それに対して肩から測る身丈というのもあるんですけれども、今日はこのラインに沿って測る方が分かりやすいかなというふうに思いましたので、背からの身丈の長さということでお話をさせていただきました。リサイクルのお着物などお店によって背から測られているのか肩から測られているのかということで、ちょっとね、差があります。同じ身長の方でも、背から測った身丈と、肩から測った身丈は違うので、リサイクルのお着物などの場合は、どこから書かれているのかということについて、ぜひね、チェックなど忘れないようにしていただければと思います。今日は、背からの測り方、お話しさせていただきました。続きまして、雪。つまり、腕の長さのことについてお話をしていきます。まずご自分に合っているのか合ってないのかということについてお話をしていきましょう。今日今私着物をね、軽く羽織っているんですけれども、軽く羽織ってこうやって適当に前を合わせます。そして腰紐を使って一旦ここできるだけ高い位置で適当に結びます。これ高い位置っていうのが結構ポイントなので、ちょっと本当胸の上に乗るぐらい高い位置で結んでくださいね。今結構ね、胸元高い位置で結んでますけれども、この状態でおおよそ45度ぐらいの角度で手をこうやって斜めに下ろします。そして鏡などでこうやって向いて、自分のね、この角度で手元って見れないので、鏡でこうやって手元が見れるようにして、鏡に向かってくださいね。そして、この着物の袖口が、だいたいご自分の手首のくるぶし前後ぐらいあれば、雪、つまり腕の着物の腕の長さというのは、およそ合ってるということになりますね。できるだけ、高い位置で結んで、手をおおよそ斜め45度にして、鏡でね、見ていただいて、手首のくるぶしあたりまで着物の袖口が来ている。というのがおおよそマイサイズということになります。多少、着物の雪っていうのは、
多少短くても長くても着物を着るということは可能です。この雪っていうのは、この長さが雪のことを表してますけれども、正確に言うと先ほど見た毛測りましたよね。この襟があって、背中心のその中心のつけているちょうど合っているところから、この袖の先、袖口までを測った寸法が雪というふうに言うんですけれども、お袖の場合はそれプラスこの長さ、袖丈というのがあるので、割と長く感じたりね、するものもあるかもしれませんね。現代はこの雪というのはくるぶしぐらいまで来ると良いというふうに、言われてますけれども、古いね写真を見たりすると、江戸末期ぐらいから昭和初期ぐらいまで の古い写真などを見てると、皆さん割と日本人の着姿を見てると割と雪ってね結構短めだなというふうに感じます。当時は生活の中で着物を着ていたですけれども、今私たち、生活の中でなかなか着物を着る方は少ないですし、洋服の影響もあって雪っていうのは長くある方が心地よいという方も増えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ただその昔の写真からも紐解けるように、やっぱり生活の中で着物を着るとか、着物を着て何かをしなくてはいけないという場合は、あんまり長いとね、ちょっとその腕のこの雪だけじゃなくて袖丈もあるので、ちょっとねお邪魔に感じるということもあるんじゃないかなというふうに思います。本当に着物を着て生活をしたいという方は、雪はねちょっと短めの方がいいんじゃないかなというふうに思います。この雪長すぎるとこう引っ掛けたりとか、あと汚してしまったりとかっていうねこともあるので、ぜひね気をつけていただければというふうに思います。続きまして、3つ目の寸法、身幅のことについてお話をしていきましょう。身幅ってパッと見た時合ってるのか合ってないのか、ちょっとね分かりづらいと思うので、よいしょ、ちょっと今合わせてみたいというふうに思います。よいしょ、今これ私マイサイズの着物なのでおおよそ合ってるんですけれども、ここが脇縫い線と言います。そしてここ、着物の布端、布の端っこになりますけれども、ちょうどこの脇縫い線と布の端がもものどのあたりにあるのかということでね、ぜひ見極めていただきたいと思います。ももの厚みがありますよね。ももの厚みの半分より前の方、ちょっと前の方にこの脇縫い線とこの布端が来ていると良いです。例えばどっちかだけがねすごく後ろに下がってたりとかっていうのはあまりバランスが良くないですね。身幅ってじゃあ何をね表すのかということ、ちょっと寸法というか、場所の名称などちょっとお話ししていきましょう。ここ今上からある来てますけれども、この布は襟ですね。そして襟についているこの狭い15センチぐらいの幅のことを奥身と言います。奥身幅とも言いますね。そして本当に身幅に直結しているところの寸法がこの奥身15センチちょっとぐらいの奥身のところから脇縫い線のところ、今高いところでお話ししてますけれども、測っていただくのはこのね裾の方で測ってくださいね。この幅が前幅と言います。続きまして、この脇縫い線のところから背中心の背縫いのねところ、よいしょ、今高いところ持ってますけど測っていただくのは裾の方、背中心から脇縫い線、ここまでが後ろ幅というふうに言います。着物は身長とかバストとかヒップを測っていただいて算出していくものになるんですね。先ほどお話しした襟のすぐ横にある15センチ強ぐらいのこの幅、奥身幅っていうんですけれども、ここも身幅には直結するんですけれども、基本的に奥身幅ってあんまりそんなに人によって寸法の差がないんですよね。センチの幅の差があまりないので、前幅
後ろ幅っていうのがご自分のヒップサイズにできるだけ近い方が前サイズに近いということになります。後ろ幅と前幅どうやって算出するんだろうって今きっとね思われた方多いと思うんですけれども、もう最近は本当にネットって便利だなというふうに思うんですけれども、例えば着物身幅計算とかっていう検索ワードを調べていただくと、身長とかヒップとかバストを入力すると前幅とか後ろ幅っていうのが自動的にピュッて出てくる計算式なども見つけることができます。それからリサイクルの着物のお店などで、一覧表みたいなのが、例えばヒップサイズがこのくらいだと前幅と後ろ幅がだいたいこのくらいという参考になるような一覧表みたいなものもあるので、前サイズのに近い、できるだけ近い前幅後ろ幅っていうのはご自分でも調べやすいんじゃないかなというふうに思います。ヒップサイズで言うとプラスマイナス 2,3 センチ前後が許容範囲なんじゃないかなというふうに思います。身幅はこのくらいあれば大丈夫っていうのはあくまでも目安の一つだというふうに思ってください。例えばその着物を着る方がどういうシチュエーションで着物を着るのかによってもちょっと違ってくるんですよね。例えばお茶を習ってらっしゃる方はやっぱり身幅は狭いとこうにじったりとか立ったり座ったりっていうのが多いので、狭いとはだけやすいのでちょっと広めで着たいという方もいらっしゃいますし、もう立ってるだけで正座なんか全くしないという方は多少狭くても全然着れてしまったりとか、そう着物を着るシチュエーションなどによってもだいぶその寸法に対する考え方っていうのは変わってくるので、あくまでも参考の一つとしてお捉えいただければと思います。素材によっても本当に違ってくるので、そこはぜひお間違いのないようにご参考までということでお捉えくださいね。すべて合っているいただき物の着物なんて基本的に、ほとんどないと思っていただいた方がいいんじゃないでしょうかね。だって自分のために作られているものじゃないので、もしぴったりくるものがあればもうそれは本当に貴重だというふうに思います。なのでどこかで妥協をしながらいただき物の着物とかっていうのを着ていく必要があるんじゃないかなと思います。私は基本的にも今マイサイズではあるんですけれども、例えば祖母から譲られた着物とかでどうしてもマイサイズに出ないものっていうのもあるので、その時どこを妥協していくのか順番でそのお話をちょっとしていきますね。私はまずどうしても何か合わないっていうと、そもそも手が長いっていうこともあって、雪は自分がこのくらい欲しいなっていう寸法の、私のね雪の長さより腕の長さより長い着物なんかほとんどないので、マイナス2センチぐらいまでだったら、許容範囲かなというふうに思っています。通常の長襦袢を着てるとどうしても長襦袢が出てしまうので、いただき物の着物とかを着るときは短いように作っている長襦袢だったりとか、通常着ている長襦袢ここちょっと安全ピンで留めたりして着るようにしています。それから次にもし妥協するとしたら着物の丈ですね。身丈を次に妥協するんじゃないかなと思います。私は身丈であればプラスだったら 2,3 センチぐらい、マイナスだったら5センチぐらいまでだったらなんとか心地よく着られる許容範囲かなというふうに思います。最後に着心地にすごく直結してしまうので、身幅はできるだけ前サイズに近いものでないと着ないなっていうふうに自分が分かっているので、身幅は本当に自分の前サイズに近いものを極力選びたいなというふうに思っています。私自身の着物のキャリアっていうのは、最初祖母とか大叔母から譲られたものを着てはいたんですけれども、もうかなり早い段階でこれすんごい着にくいなというふうに気づきました。で20代だったのでお金もねそんなになかったですし、まずは本とかにも書いてあったり、人のブログとかを拝見するとリサイクルのお着物だったらお安く手に入れることができるというふうに読んだので、リサイクルショップに行きました。でも私の体型を見てお店の方があなたの体型に合うぴったりくる着物なんかないわよっていうふうに言われて、あ、そうなんだと思って、
それから、私自身は一番最初に木綿の着物でマイサイズの着物を作ったというのが自分自身の着物のキャリアというか、どういうのを着てきたかっていうののそこが、スタート地点だったように思います。私が先ほど身幅はできるだけ妥協したくないっていうふうに申し上げたのは、私の祖母とか大葉の着物っていうのは、割と私に譲ってくれたっていうのは、身丈が長い着物を譲ってくれていたんですけれども、身丈が長いとなぜか幅がすごく広くって、もう幅が余りまくりで、中に入れても入れても大きいみたいな、そんな着物ばっかりだったんですね。で、私の経験上、私は身幅ができるだけ合ってる方が着やすいなというふうに申し上げたのは、そういうところから来ています。寸法がの見極め方が分かると、ご自分なりに、あ、これが着やすいとか着にくいっていうのの前に、どれが体に割と合っているのかというふうに見極めを頑張っていただくと、お手持ちのものの中でできるだけ着やすく、こうストレスなく着られる着物を見つけることができます。やっぱり着物ってストレスなく着たいですよね。お手持ちのものの中からぜひこれだったら着やすいなというお着物、マイサイズじゃなくてもその中から見つける方法を今日はお伝えさせていただいたので、ぜひお持ちのお着物、マイサイズじゃないお持ちのお着物をぜひいろいろ試してみて、ストレスなく着れる着物をぜひ見つけていただければなというふうに思います。本日のお話が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。それから着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルをご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。